お疲れ様です、ヒゲジです。さあ今日は何の話しましょう。ヒゲさん左利きだと思うんですけど、地味な苦労とかあったりするんですか？あるあるある、すげえある。まずね、多分左利きの人はみんなあるあるなんだけど、ハサミ、ハサミって実は右利き用なんですよ。左手の人が左手を使って右利き用のハサミを使うと、たまにこう切ろうとするとグニュンってなってしまうっていうのがあって、あれがねいちいちめんどくさい。もちろん左利き用のハサミ売ってますが、しかしよく考えてほしい、そんなにハサミ使わない。だからね、買うには至らないんだよね。あーって思うんだけど、そのあーっていうのがね、持続しないあーだからね、まあいっかっつって無理くり切ってで終わっちゃうのよ。あとね、個人的にね一番思うのは自動改札機。自動改札機はねこっち側にあるんだ。左利きはこっち側ですね、スイカなりね、モバイルスイカなりを持つわけですよ。つまりどういうことかっていうと、こう改札をこう通ろうとした時にこういう動きをするか、一回右手にパスしてこういう動きをしなきゃいけない。右手のやつらはねみんなこれでね済んでるかもしれんけども、我々左利き人は全部ねこういう動き、もしくはこういう無駄な動きをねワンクッション入れてるっていうことをね、それをね見てるか JR。 だからJR は左利き用の改札口を作るべき。まあ日本少ないからね左利き。基本的には何か右手に持って皆さん作業するでしょうっていう前提で世の中っていうのはこう作られているわけですよ。例えば自動販売機なんかもコイン投入する口って右手寄りだよね。まあそれで言うとスマホのゲームなんかも割とユニバーサル対応してほしいなって思うことはあるね。特に俺が持っているスマホってiPhone の、まあ、プラスなんで、親指が端から端まで伸びないわけですよ。届かないわけですよ、大きくてっていう時に、左手で持っていると親指ここだからタップするとしたらこの左側なんだよね。ところがそこにアイコンがない場合多々ありますと。右手の人たちだったらこっち側で操作するからまあいいでしょうみたいな感じなのかな、きっと。はい、ただそれすらも考えてないアプリたくさんあるけどね。結局右も左も両方とも押さなきゃいけねえじゃんみたいな作りがあると思うんだけど、お前のことだぞ本当に。っていうことでね、割と結構いろいろと左利きは、まあ、ストレスを抱えているんだぞというお話でございました。まあ、もしね、左手の人かわいそうだなと思った人はですね、同情はいらないです。高評価ボタンを押してください。これが一番下水だ。はい、よろしくお願いします。でね、そうそう、そのさ、ちっちゃいストレスっていうのでさ、ちょっと一個面白い話を僕昔聞いたことがあるので、ちょっと引き続きちょっとその話いきましょうか。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります、そちらの方もご覧ください。それではヒゲおやじでした。バイバイ。